はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルです。それじゃあね、今回はホルガトゥンランドというわけで星のカービィディスカバリー裏面最終回というわけでやっていきましょう。裏ボスですね、多分ホルガトゥンランドというわけで、まあレオンが敵なのかな。でもレオンなんかあいつらってだけって感じ。わお、ラボもう絶望的じゃん。あ、高山みなみさんの声が聞こえる。それではご覧ください、それではご覧ください。すげえ声聞こえたな。 IDAF86 のところにはでもレオンガルフがいいんでしょ。かゆかいでもないんだ。あ、レオンガルフいるわ。レオー、これどんなんだろう。あいつもいないからね、もう助けられんのか。かわいいエフェリン、手短えなおめえ。でもこれ絶対なんか起きるよな。敵なのかな、操れそうじゃない。ガウッって言ってるけど、え、絶対終わりじゃない、絶対何か来る、何が来るの。え、おー、レオン、レオン、お前いいやつやんけ。何かこいつ、やっぱり体内なんか残ってるじゃん。 IDF86 なんか意識かなんか残ってんじゃん。超雷獣レオンホルガ、お前ホルガなんかい、やつられるのかあんな。あ、レオンガルフのためで神これ使って、ああ、どうもありがとうございます。選ばせてもらえるんですか。いやー、ハンマーでいいっすかね、ハンマーでいいっすかね、こんなんだったら。マジで攻撃値付きがだいぶ少ないっすか、これ。どっち YX、 Y、 あー、でその後好きだもんね。近づけばよかったな今。でこれ多分神付きでしょ。そんなに今のところレオンと変わりはないけど、第2形態からかな変わるのは。じゃあちょっと普通のレオンっぽいんで普通に回転切りしていきましょう。でこれ回復カーブカーブカーブ、え、なんだ、あ、いけない、それで、これ回避回避、オッケー、これで足元失礼しますよレオンホルガさん。うん、なるほど、第一形態やはり弱いな、第一形態やはり弱いな。オッケー、あ、いたごめんなさい、弱いとこ行って。オッケー、まあとりあえずレオンは倒したけど、これ多分レオンに憑依してなんか出てくんじゃないの。何、あ、お前かい、気持ち悪いな見た目ほんと。いや、まだ体内入る。あー、これ疲れた状態になっちゃったよ、二足歩行だって。何、うわー、やばすちょっと待って、これジャンプしておきましょうか。オッケー、ジャンプ、いや今のジャスガでもよかったな、もったいないね。でこれビームだろ、なんか変わってんのかな。うわー、危ない、とりあえず攻撃しましょう。とりあえず背中が攻撃しましょう。わー、なんか落ちてきた、落石があるのか。なるほど、背中が安定してってわけじゃなさそうだ。はっ、って避けまして、オッケーオッケーオッケー、これ噛みついてくるかな、あぶね。でこれチャージ、オッケー、これが使えればこっちでもいいよ。オッケーオッケーオッケー。さて、ラスボスの石とやらが随分と憑依、おっと、また出てきやがったな、こいつ。ほんと性格悪いな。え、なになに、何が始まるの、なんかやばそう、来い、何それ、うわー、うわー、分かりづらいか、うおー、なんかロボロプラネット最終回思い出すよ。来た、お前か、うわー、何それ、ちょ、あいつやばすぎんだろ。なるほど、レオンガルフの方に行っとかないとやばいってわけか。ほっ、やばい、あいつまずい、なんかあいつのサポートが強すぎる、あいつのサポートがえぐい、いや、やばい、あいつのサポートめんどくせえな。くそ、あいつ自身は弱いのに、くそ、ドララ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 ラ、ほらほら、くそ、レオンの体返せよ、お前、レオンの体が出ていけや、これやばい、ジャンプしとかないと。一回あいつの攻撃を見ましょう。はっ、でこれ体内入れるんで、ほらららららら、ドッキー、強いんだよお前。前のラスボスキャラの時に、おお、レオン元に戻ってか、気持ち悪いなこいつ。またゲル状になるのかなこれ。いや、こいつとの戦いっぽいな。四年中ソウルホールが、ソウル系か。ん、え、嘘だろ、この長女ってバルフライナイトじゃん、強くすぎんだろう、あの長女の部屋になるときのバルフライナイト。え、バルフライナイトだよなこれ。なんでお前来んの、夢をする極上バル、なんでお前ここで来てくんの、お前が来るのによくわかんねえもはや。あぶね、くそ、早い、
あれ回避できないのか、あれ回避できなっぽかったね今。ちょっと待って、まずい。あれ、お危ねえ。どうする、どうする、そう、早い。何、今度は何、あいつ力持ってるし、もうよくわかんない、もう力持ってるし、なんであいつあの力無事に、はぁ、やばい。待って、どういうカメラワークなの、あいつなら視界に入れとかないで、あれを触れたらやばい系の攻撃かな。で、これ、この間攻撃だな。おら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 、クソ避けられる、こいつ全ての攻撃避けてきやる。あぶねえ、どこ行った、あぶねえ、くあげて、クソ、やりやがんな。なんだこれ、出た、あれだ、仲間狂わせるやつだ、スターライト、スターライトの時だった。クソ、こいつ、あぶねえ、暗い後ろから、何全部攻撃避けてきやる、こいつやばすぎな、こいつオート回避ついてんじゃん。で、これジャンプで回避、攻撃の隙間しか攻撃できないのか、こいつ、うかっ、ほら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 、こいつは単発ダメの方がいいな、みんな回避したら単発ダメ攻撃した方がいい。なんだ、なるほど、最後にビーム払ってこないな、多分半分いったら変わってくんだろう。まだこれ死んでん中か、やばいやばいやばい、あいつね、やばい、あいつはやばいからね、あいつ振ったらだいぶやばそう、多分あいつ見て先までドドドドドドドって爆発すんじゃないの。まずい、え、よく生きてんな俺、これ、ちょっと待って、これはまずい、はい、オッケー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 、くらいくらいくらい、全部避けられるの、マジでジャスト回避じゃない、攻撃できないのかこいつ、いって、あ、やっぱ体力逃げ時もあるわ、みんなとは言ってもよ、だいぶ辛いぞこれ。で、出ました、あのリンプ、ほら、あのワープするまでの期間の間に攻撃しないと、こいつは接近戦じゃないとヤバそうね。だいぶ当たった、だいぶ当たった、オッケー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 、さあ今回どうなる、どうなる、なんでこいつこんな普通に平然とこの技を使えるの、これあれがでかい剣か、どういう範囲なんだ、あぶねあぶね。で、最後は危ない、あー、なんか真ん中で言うと死ぬのね、あぶね、どっくる、おらおらおら、クソ当たんねえか、いや若干当たったな。で、これは多分リンプンだろう、というかこれテレポートし何回かしてくるな、あーしてくるよね、うわ何、うわ操作反転、今作こんなのあんのかい、うー、ちょっと待って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 、まずい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 、うわーちょっと待って、何それ、わざくら操作反転とかあんの、うーよ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 ー、どういうカメラワークだし、もうわけわかんねえ、みんな、うわ何これ、ちょっと待って、避けれるもんも避けれねえよこれじゃ、ちょっと待って、どういう効果、あっちあっちあっち、もうどこにいるか分かんねえ自分が、ちょっと待って、これどうするよみんな、あ、治った、治った、あー、また四年中か、四年中嫌なんだよな、四年中じゃ2体も出す、それを、その2体も出す、お前ら人間じゃねえよ、いやお前ら人間じゃねえか、もともとくそ、あれなんとかできねえのか、あれ攻撃で破壊できたらすんのか、それが分かりたいね、ちょっと攻撃してみる、あ、ダメっぽーい、熱い、じゃあ2連撃になってる、それ OK、 2連撃ね、 OK、 で近づいてくるね、あいつ OKOK、 OK、 OK、 当たったわ、下がまた、それか、一刀両断、一刀両断してきた、で次は二刀両断、 OK、 でこれなるべくあいつが割いた近くに行きましょう、 OKOKOK、OK OK OK OK、でこれで OK、 殴る殴る、いってほら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 、オッケー、で、だいぶ与えられたけど、どこ行った、いや、おい、不意打ちずる、お前不意打ちずるだろ、ほら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 、ほら終わりじゃ、お前神格闘法で出てくんな、これザ・アルティメットチョイス真の方で、いや、お前なんであの蝶の携帯そんな強えんだよ、一撃だったぞ、あのラスボス、はぁ、え、消えた、あいつ絶対あれじゃん、次のあれじゃん、元のラスボスじゃん、あれ。で、レオンは元に戻ったのか、これは。え、設計図？ソードの能力を進化だけど、バルフレイスト、そう言って設計図をもらいに来させてくる。なるほどね。おい、レオン大丈夫か？お前完全取り憑かれてたんだろ？え？まさかあいつに魂持ってかれた？ソウルイーターされた？
で、また俺のフレンドがディスカバリーだったら俺のリアルフレンドの方が、あ、キャロラインさん、お前持ってたんが一つ、あ、みんな、あ、みんな集めてきたの、いや、どこから持ってきたのそれ、実は持ってたの、ひそかに。あ、このおかげで元に戻んのかね、よ。ピクってなんだんだ。あー、これでレオンが元に戻んだ。百獣の王。レオンはこの国のデデ大王的なポジションなんだろうね。新調査よ。で、ビースト軍団のみんなともあれか、元通りになったから、あとはこれ元の世界に戻るだけって感じか。まさかバルフレイナイトとはな、また、あいつ強すぎんだろう。あれをもう一回新角と王でみたいなやつやるってか。お。あ、今度はさっきのゴジスさんだろうね。いやー。バルフレイナイト、あいつ、ほぼ攻撃避けてくんだけど、オート回避ついてる、知らねえ。なんであんな強くなってんだ、あいつ。で、あいつ強すぎんでしょ。超長系だろうが、なんなら強い説あるよ、あいつ。で、まあエンディングは同じですが、ちょっと風景が違うのかな、これ。まあちょっと見ときましょうか。なんで本当バルフレイナイトいたんだろうね。でもなんか体内が出てたしね、最後。多分あれはまあ次回のあの大会みたいので、多分おそらく次回、最終回かな。てか設計図俺持ってるけど、もうスターストーン持ってないんだけど。スターストーンでレアストーンか。レアストーン持ってないんだけど、どこで手に入るのレアストーン。全然見てないんだけど、レアストーン手に入る方はあんのかな。というわけでいいゲームでした。いやー、やっぱ3になってる。やっぱ3になってる。ポケメイクハートはもう自由さ。あれ、こんなフレーズあったっけ？なんだ、ラスボスそれぞれの愛を胸に。Wow, wow, oh. New world. で、最後にこのみんなで大事な、あそこでレオンが増えてんだ。前までいなかったもんね、レオンが。まあ、全員今回はこのビーストグラム全員被害者だったんだろうね。よくわかんない。あの、寄生生命体みたいなやつに。憑依生命体。侵略者生命体みたいなやつに。ろくでもねえな、あいつ。ダークマターより悪質だわ。エンドってね。あ、で、じゃあちょっと最後にバルフレイナイトの設計図見てみましょうか。あ、なんか風船が出てる、あそこ。じゃあ続きからちょっとやってみて、なんかいろいろ変わってんのかな。よっこいしょと。さて、来ました、帰ってきました。だってなんか、まあこの闘技大会がなんかあからさまになんか変わってってのわかるよ。おじさんになってるしね。まあこれが最後なんだろうな。
究極の対戦、ザ・アルティメットカップ Z、 この星を、あ、ごめんなさい、俺の中のウルトラマン Z が出てきました、すいません。さて、これ参戦できますって言われて、まあ受付からエントリーできます。後悔しませんね。するわけねえだろう。問題一発でクリアできるかどうかってのが不安なとこだ。裏でもしかして練習しとくのありかもしれない。ソードの能力が進化できるようになりました。ただ進化するアイテムないんですけど、でバルフレイナイトってもうバルフレイナイトだけでいいのではないでしょうか。絶対あるバルフレイナイトソード最強でしょよ。最後の設計図持ってきたぞ。多分これ最後の設計図だろう。おお、その設計図があればバルフレイソードが作れそうです。それではすぐに進化の準備をしますね。でもレアストーンないんですけど、お待たせしました。ソードのがバルフレイソードで進化するようになりました。ほんなら何を使うの？レアストーン、5個も使うの？レアストーン、殺し屋のクリアでも入手できます。なるほど。だったら殺し屋もちょっと裏であってバルフレイソードちょっと作ってきますかね。そうしましょうか。そうしましょう、そうしましょう。まあ、作るのは動画で作るとし、素材だけちょっと集めてくるかな。まあ、次回はこのアルティメットカップかな。あ、ワドティナって向かって、フンを振ると、一緒に喜んでくれるよ。手を振ると。おい、かわいい。ちょっとアルティメットチョイス、ちょっとゼータ見てみる。さて。あー、これ3個もらえんだ、レア報酬。ザ・アルティメットカップゼータがコロシアムに登場。手強いボスたちの戦いでがコロシアムで待っています。もう見た目からして、全12戦だけど、全員ヤバそうなのしかいねえんだけど。もうヤバそうだな、これ。まあ、一番集めやすいのはメタナイトカップだわな。じゃあ、裏でちょっとメタナイトカップやっときます。ちょっと裏でメタナイトカップやって、レアストーンも集めて、もうバルフレイソードを強化しましょう。それじゃあね、みんな。今回の動画完了します。じゃあ、次回はね、バルフレイソードを作るところ、作り始めとこからやっていくかな。それじゃあ、今回ご視聴ありがとうございました。じゃあ、次回の動画でみんな、また、おん、バイバイ。